んにちは、こんばんは。青い花のひとみと、はい、同じく青い花のさとしです。イエーイ、お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。何がほぎ歌ですな。そうですね、まあ、それもあってね、3月1日はね、そう、ちょっとね、立て込んでまして、3月、2月末ですか、うん、立て込んでるところの詐欺じゃないから立て込んでたもんね。もうそれどころじゃないみたいなほぎ歌、ほぎ歌がみたいな。はい、止まったらほぎ歌終わるよみたいな感じだったもんね。そんな感じでちょっと3月1日はちょっとお休みしたんですけども、はい、やっとね、ほぎロスから抜け出た。うーん、でも1週間ぐらいはなんか沈んでた。沈んでたの。私はもうない強行はできないのかしら。あーみたいな、ね、どうだった2回目。2回目はさ、うん、前なんだろう、自分的には今回も楽しくやれた、うん、プラス前回よりはまたクオリティは高くできたからな。なるほど。でも実はね、うん、終わった後 DVD もらったじゃん。うん、見たの。2回ぐらい見た。2回見たの。まだ1回も見てない。嘘。あのね、うん、もっと言うと、うん、5年ぐらい前の堤真一と戸田恵梨香と橋本淳とのホキ言ったもん。え、どうやって見たの。後で教えますがな。教えて見て、うん、あ、じゃあ先に多分ね、うん、金劇の方のホギ歌見て、その後罪人たちのやつ見て、うん、もう一回じゃあ金劇見ようって、うん、もう一回。それでどうだったの。あんとね、やっぱね、うん、あ、こうも違うかと思って、演じる人、演出する人が違うと、うん、どんな感じなの、うん、そんな違うの。うんとね、まず原作、多分あっちが原作通りなんと思うけど、うん、関西弁なのね、うん、で、なんだろう、あ、そう、なんか出はけ位置がね、すっげえ独特な場所にあった。なんか舞台後ろに、こうなんか網、なんていうの、網目になってるこう壁みたいなのがね、うんうん、あって、うん、京子はんそっから出てきて、痴漢出た、うん、そっからこう、こそ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 こ、穴の中から。え、そっから安尾も出てきて。そうへえ。だから、あーって舞台の使い方違う、しまあ、広さも違うしね、単純にね、やっぱこんだけ見え方違うんだと思って、面白いなと思いました。そんな感じですかね。それ詳しく聞きたいわ。うん、じゃあそれは詳しく聞くのはちょっと収録の合間にじゃあ詳しく話しましょうか。うん、分かった。合間ね。うん。合間ね。合間あるかな。あるかな。ボヘンジョ太郎は雪かな。じゃあ続けるんだ。じゃあ今日の試行な紹介言ってください、ひとみさん。はい、今日はネクストシアターのコーナーです。はい、それじゃあ今日の演歌のいいところを、今日もですね、今日も演歌のいいところを最後までよろしく。はい、改めまして、おはよう、こんにちは、こんばんは、青い花のさとしと青い花のひとみです。はい、早速今日のコーナー行きましょう。ネクストシアター。はい、このコーナーは次回の霊界をあんな角度やこんな角度から紹介しちゃおうというコーナーです。イエーイ、イエーイ。ということで次回の霊界は、はい、すげき奈良山武士校。イエーイ。見切り発車です。何月何日でしたか。4月11日声張りますね。金曜日午後6時半30分開演。午後6時半30分って何。午後6時半開演ですね、市民ホールで。はい。はい。今回、劇団が1980という劇団で、はい、何年ぶり ?2014 年ぶり。4年か。約4年だね。約4年。自分、その頃まだ入ってなかったはず。うんうん、だから自分まだ4年経ってないのか。うん。あら。前回、あ、東京行進曲で、うん、僕も見たかったけども、結局、見ずに終わった。うん。どうです、あれ見たんでしょ、東京行進曲。うん、見た。はどうだったの。はさ、なんつうの、なんか紐とかさ、うん、布とかさ、うん、そういうの使って、うん、世界を作り上げてて、なんか高校演劇のさ、うん、なんだっけな、あれ忘れた、青森中央高校の、はい、なんだっけな、なんだかっていう芝居が、うん、あるんだけど、うんうん、それも全くなんつうの、 T シャツと下はジャージでずっとやるんだけど、うん、
この刺激このやつは1980もさ、うん、もう一黒い服上下黒い服でやるんだけど、その青森中央高校でやってたのをなんとかもう劇団っていうか、うん、もうクオリティさらに高くしてやってるって感じ、うまく言えないんだけどさ、全然伝わってないと思うんだけどとりあえずごめん表情見て察するのやめてよ、自分のこと。とりあえずなんつうの、舞台美術もなんもないし、なんつうのもうね、だって舞台転化するのとかさ、全部紐とか人とかで表すんだって、うん、だからすごい、なんつうの、役者やってる人たちとかは、うん、これを見て勉強になると思う。あ、こうすごいフィジカル、あの、ま、体使ってこうさ表現して、自分もね、なんだっけ、なんかのね、うん、ちょろっとだけ映像見たんだけど、うん、電車の役とかいるでしょ、ある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 、ある人がで、こうそれに乗ってる人がいてみたいな、こう、あの、自分結構バテンがスムーズなやつとか、うん、あーってやつ好きなのね、うんうん、な、多分好きなんだろうなと思ってるんだけど、うん、これ時々この話になるけど、うん、期待値上げすぎてなんか、あの、東京スカイツリーみたいにしちゃうと、うん、東京タワーぐらい面白いのみたいになる時あるじゃん、時々、何とは言わないけどね、あるね、うん、時々あるじゃん、ああならないように今知らんぷりしてる、うん、うちその東京更新曲はさ別に期待してなかったかって、うん、見てみたらさ、ああ面白いなって、うんうん、だしお客さんの反応もさ良かった、うん、あー、まあね、何かこうやればさ、おーみたいな、拍手が沸き起こり、多分、うん、今回のもそういうなんかさ、いろいろやると思うんだよね。今回ほら、あの、奈良山武士校っていう話がこう、うん、いわゆるこう口減らしで年寄りを山に捨てに行くみたいな話なわけじゃない、うんうんうん、ある、そういう経験ない。まああったら大変だよね、現代 ね。まあでもよこう全国各地いろんなところにこういう話あるんでしょ、うん、あるらしいね、らしいよね、ね、まあ、時代が違うからね、うん、どっちかと今ホーム、あ、老人ホームだ、うんうんうん、に行っちゃう感じ。ごめん、寂しいね。ごめん。こんな話しても楽しくない。今日ね、うん、あのね、疲れてるでしょ。はぁはぁじゃねえよ、はぁはぁじゃねえんだよ。ごめんごめんごめん。あらすじでも読む、ちょっとこう、うん、ちょっとこれお借りしてもいいですか、うん、サトシボイスの癒しボイスでよろしくお願いします。どうしよう、癒しボイス、癒しボイス、あ、それがチーズ。これさっきやってたやつ。読みますよ。人が生まれ生きて死ぬことの意味、命あるもののあり方を問いかける深沢七郎の原作を、一面の黒と白い線だけの空間に豊かな遊び心で次々と場面を紡ぎ出し、観客の想像力の中に蒼天念色の景色を浮かび上がらせる刺激ならではの舞台。1956年に発表され、文学界に衝撃をもたらした奈良山武士校は、現代の私たち日本人にとって、今改めて人が生きる、営みの原点を見つめ直す重要な作品になるはずです。です。はい。だそうです。重要な作品。そこそんなに強調したくなりましたか。宣材写真とか見ててもね、うん、それこそ多分これ、おばあちゃんでしょ、おばあちゃんの、ね、多分、お家なんでしょ、この。ああいうの、ね、そうだね。この片取ってるものが、この白い布のとこ何なんだろうね、これ雪なのかなと思ってた、あー、この白い、そう、振り、こう、なんていうの、体にこうさ、うん、積もってくるじゃない、うん、こう雪が深い日だと、あー、みたいなの かなって思ってた、まだ見てないから分かんないけどね、あ、うちは勝手にさ、うん、死んだ人って死ぬとさ、顔に白い布をやるじゃん、うん、あーなるほどね、この人は亡くなったのかな、もう死んだ後、あー、なるほどっていう勝手な妄想、こう、まあ、まだ見てないからあれだけど、うん、実際見てみてもそういうイメージの違いみたいなのは、多分こうリアルなものが出てこない分あるかもね、あるかもね、あと何週間、あと意外と近いよね、あ、でもあと1ヶ月くらいあるのか、おー、そうだね、4月11日金曜日じゃなかった、水曜日です。さっきそうだよね、金曜日って言ったもんね、私水曜日、うん、あ、これが間違ってるんだよ、あ、そう、あ、それ自分が作ったやつじゃん、あら。多分自分が作ったやつだ、あ、違うかな、あれ違うかも、あ、分かんない、あ、自分かもしれない、どっちか分かんない、
作った気もするけど自分かもしれない。ごめんなさい、間違えました。4月11日水曜日でございます。そうですね、ほら今回出る柴田さん、はい、ほら前去年のあの12人にも出てたよね、うん、イカれる男たちにも出てましたね。こう元気な、うん、元気なおじいちゃん、おじいちゃん、うん、最後まで有罪という言い続けるおじいちゃん、ね、懐かしいね。懐かしいわ。あれ飲んだ時来たっけ。いたよね。飲んだね、あの時もね。飲んだね。あ、そうそうそう、あのなんか当たり前みたいに話してるけど、うん、終わってほらバラショーやったりした後に、うんうんうん、時々ほら制作の人とかさ、うん、出演者の人とかとこう飲んだりする時もたまにあるじゃない。あるね。あん時でもまだ決まってなかったんだけど、あん時もう決まってたのか、今年のレース決まってた。で、そうだよね、1980から、うん、客演っていうか、であの、うん、プロデュース劇出てて、みたいな。そう東京行進曲の時も来てたの。来てた。あ、そうなんだ。歌歌ってた。あ、そうだよね、東京行進曲はみんなで歌ってたね、うん。そう。大きい声で。あと、なんだっけ、ビクターの。あれ、うん、ロゴ作るやつ。やってた。それで拍手って出たよ。あれ多分ちょうどこうハマる世代が多分あるんだよ、こうきっとこうわーってなる。うーん、でもこうそうだねー拾いに来るね今日試合やってたらしいからね。あ、そうなんだ。そう、いやそんな感じですよ。うん、1980、はい、1980、4月の11日水曜日にですね、はい、杉木奈良山節子が劇団1980が、上演するものが青森に行きます、はい、こちらはですね、市民ホールで6時半から開演の予定なんですけれども、はい、これは青森に感謝協会の会員だから見れるものですね。はい、はいはい、そうです。ということで皆さんぜひ気になったら青森に感謝協会の方までお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、以上、ネクストシアターのコーナーでした。はい。はい。キョトンとしてますけど。何みたいな顔してるけど。いや。何？言っていい？何さ。この劇団1980あるじゃん。うん、で去年のさ、夏にさ、うん、あの、なんだっけ、新宿両山パクっていう劇団見に行った時に、うんうん、その1980の人たちが手伝いしてて、うん、受付。あ、そうなんだ、うん、だからちょっとさ結構多分いろいろつながりがある劇団なのかなって思った。あ、私にとって、とってっていうか、その1980も結構こう、うん、あ、いろんなところと、うん、っていうことか。あ、そう、だからさっきのね、柴田さんもね、うんうんうん、プロデュースとか出たりするのかなみたいなってこと。結構大きい劇団なのかな、よくわかんないんだけどさ。どうなんだろうね、こうあんまり劇団のこう規模ってさ、うん、ほらこと青森にいるという系さ、気にしないし分かんなかったりもするじゃん、うん、ね、けどまあ結構来てるし、うん、劇団も多いみたいだし。だよね、どうなんだろうね。で、自分のアトリエとかもあるらしいんだよ。あ、そうなんだ、うん、アトリエ公演やったりしてる。そう、なるほどね。そう、で、演歌の鎌田さんにさ、うん、入ったらって言われた。入ったらオーディション受けに行ってみた。オーディション、あ、でもオーディションとか受けてみたいよね。受けてみたくない。自分実は1回だけ受けたことあるよ。どこの長くなるからあんまり言わないけど、はい、自分書類受かって、すごいじゃん。うん、受けに行ったことある。いいな。割と最近なの。この3年ぐらいの間の話だけど。そうすごい。まあ落ちたけどね。まあ落ちたからここにいるけど。でも、いや、第一ね、書類審査受かるってすごいと思うよ。でも書類審査っていうほど大した書類書いてないよ。そうなの。写真2枚と、うん、なんか最近出たやつとみたいな、こう身長体重とこう年齢とみたいな、うんうん、あれ多分よほどひどなんていうの、人以外のものが写ってなければ多分大丈夫だったんじゃないかなと思ってる。で多分人だと認識してもらえたんだろうなとは思ってる。何それ、なんか自分受けてみた。探してみたら、最近だってほら、最近でもないよ、もう10年ぐらい前からずっとほらオーディション雑誌とかあるじゃん。うん、ああいうの。何がいいかな、受けるんだったら。いや、それは自分がやりたいものが受けるのが一番ですよ。へ
でもこれ多分ちょっと怒んないで聞いてね、うん、怒んないで聞いて、うん、でもあのオーディション雑誌系って多分、うん、男も女のも含めて、うん、もう10代から20代前半ぐらいまでなんだと思うんだよ。だよね、サバ呼べない、サバ呼んじゃダメ。いいんじゃない、高校生に間違われたりするからさ、あ、自分も高校生で出来合うかな。10歳サバ呼んでも大事。2人で高校生って言ってなんか受けてみる、受けてみる、帰れって言われるかな。帰れ帰れって言われるかな。だって高校生が何年生まれか分かんないもんね、まずね。え、待って、2000年とかじゃない、高3で。あー、そうだ、2000年だ、2000年前だよ。2000年前じゃねえよ。18年前だよ。2000年生まれ。2000年生まれ、2000年生まれ。自分多分、そうだね、小学校卒業するかしないかぐらいだと思う。うん、多分、うん、10歳ぐらいだ。とかだよね。うん。待って、だから18歳っぽくしなきゃいけないでしょ。うん。え、ラブマシーンってお母さんが聞いてましたみたいなやつだな、みたいなやつだな。じゃあこれの練習今度しよう、またオーディション受けに行く前に。分かったということで、まあ、オーディション受けに行くかどうかは別として、このラジオは青森演劇鑑賞協会についてのいろんな情報をお伝えしております。ラジオを聞いてくださってるあなた、演劇鑑賞協会は会員制となっております。興味がある場合は017-722-7944 までぜひご連絡ください。そしてラジオではラジオの感想やいろんなお芝居を見た感想、普通のお便りなどなど募集をしております。アドレスは aatokoro@gmail.com、 すべて小文字で aatokoro@gmail.com となっております。今回も聞いてくれてありがとうございました。誰なの。ありがとうございましたね。はい、じゃあ次回も楽しみにしててくださいね。バイバーイ。バイバーイ。